今日の任務失敗したのはお前のせいだぞ。足引っ張りやがって上官に怒られたじゃねえか。それは前から思ってたが、お前兵士に向いてねえよ。とっととやめて開拓地にでも行っちまえよ。その方が向いてるんじゃねえか。この落ちこぼれにはこのぐらい言ってやらねえとわかんねえんだよ。おい君、ちょっといいか。こっちに来い。責められていた彼女だが、実は病弱な母親を故郷に一人残して出てきているんだ。セロンに流されて兵士になったが、そのことを後悔していて、母親の介護のために帰郷すべきかどうか迷っているらしい。なんだ、まだ見てたのか。あんな奴と同じ判断なんて冗談じゃないよな。ああ、私は思ったことを言っただけだ。